ライン上はそこまで風は目立ちませんが、少し2マーク寄りではやや向かい風が吹き抜けるシリーズ2日目の戸田水面です。折り返し点を迎えました。前半最後6レースの予選競争です。なおこのカード1号艇で出場予定でした市川義弘、負傷のため欠場。このカード5艇での競争となります。123ダッシュ456スタートしました。内寄り勢が好スタートになりました。センター3コースからは3号艇木の5コースから5号艇青木も出ていく加減ですが、一周1マークは陰線1号艇の川野がまずは逃げを図って、外は3号艇の木の内からは5号艇の青木と2号艇の寺本、向こう上面と入っていきますが、ここは高枠1号艇の川野が押し切っています。バック中央から1周2マークへ向けて3停止4停止のリードを作りました。2番手は接戦となっていますが、さあここは2番手接戦、内側から4号艇のオガ、そして一定アクシデントです。2番の寺本にアクシデント、レースは2周目に入っています。2周第1ランマークの攻防へと向かっていきます。トップは1号艇の川野が向こう上面。なおここでお知らせいたします。2号艇寺本選手は落水失格となりました。2番の寺本は落水のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。6コース6号艇西田、角から4号艇向かい、2コース2号艇横田、スタートスタート後出ていった2号艇横田、先制まくり、6コースから大まくり、6号艇西田高博、これが決まるか。内側さばいては5号艇藤井徹、これに続くのは4号艇向井達也、上位現在6番5番4番、後方2号艇横田、3号艇斉藤、1号艇豊田、スタートは正常。1周の2マーク6号艇西田高博トップターン、4号艇向井を回して指すのは5号艇藤井です。3番手4号艇向井、上位は6番5番4番、あとは2号艇横田、1号艇豊田、3号艇斉藤の順でレースは2周間に移っていきます。2周の1マーク先頭で6号艇の西名貴博クリア、2番手5号艇藤井、3番手ちょっともつれた4号艇向かい、2号艇の横田、3番手1号艇豊田浮上しています。上位変わりました。6番5番1番、後方3号艇の斉藤、2号艇横田、コースを再開しています。2周の2マーク先頭6号艇西名です。2番手5号艇藤井、3番手1号艇豊田、上位6番5番1番です。ここでお知らせいたします。2号艇横田茂は妨害のため失格、2番は妨害のため失格です。続けてお知らせ、4号艇向井達也失格、4番は失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。スローの3艇とも早いスタートです。ただいまのスタート安定中、ただいまのスタートは安定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1マーク回ったところでお知らせいたします。1号艇堂原、2号艇中村、3号艇元吉、1番、2番、3番はフライング返還欠場となりました。ファンの皆様、お手持ちの投票券絶対に押していならず、どうぞ大切にお持ちください。アウト。1番、2番、4番、3番、5番、6番です。
スタートしました。ダッシュの両者が好スタートを切っています。5コースの角から5号艇大塚浩二がスタート後じんわり出ていってスローの4艇まくっていくか。1号艇柳瀬と競り合いました。この両者アクシデント。なおスタートは正常です。先頭争い6号艇斉藤、4号艇後藤の争い一定四半差、3番手から2号艇金子です。1周の2マーク先頭争い2号艇金子突っ張っていく。4号艇後藤が膨らんでいくか。内から6号艇斉藤、先頭争い6号艇2号艇の争いとなっています。ここでお知らせいたします。1号艇柳瀬、5号艇大塚、1番と5番は失格となっています。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。5号艇の三木好スタート、4号艇の野中、1号艇片岡もいいスタートです。イン先制1号艇の片岡、まくりに行った3号艇木下、サス2号艇酒井に6号艇三浦と4号艇野中が続きます。押し切った1号艇片岡大地先頭です。3号艇の木下、6号艇の三浦、4号艇野中、3艇並んで2号艇酒井、5号艇三木の順、スタートは正常です。一周にマーク1号艇片岡先頭、最内から2号艇の酒井に握った4号艇野中、切り込もうとした6号艇の三浦と3号艇木下です。2番手争いは4号艇野中と2号艇の酒井、この2艇の争いに最内から迫っていく3号艇木下、2艇審査6号艇三浦5番手、5号艇三木最後方です。1号艇片岡が先頭です。2番手争いですが内から3号艇木下が先に旋回、差し返す2号艇の酒井、4号艇の中その後ろです。2番手2号艇の酒井がリードを取りました。3号艇の木下と4号艇の中、こちらが3番手争い、ちょっと6号艇の三浦にアクシデントです。5号艇三木が最後方がで2周にマーケット向かっていきます。1号艇片岡が先頭です。2番手2番2号艇の酒井、3番手争い3号艇木下、4号艇の中です。お知らせいたします。6号艇の三浦洋次郎は転覆のため失格です。6号艇の三浦は転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。好スタートを決めたのは内側から1号艇、2号艇、外からは5号艇、6号艇か。1番黒攻防、先頭を取ろうと内、1号艇倉田、2号艇遠藤を指してくる。握ってきた3号艇、間から5号艇です。一定アクシデントでしょうか。スタートは正常でした。お知らせいたします。4号艇原田斉一郎が失格、4号艇原田が1周1マーク転覆のため失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。好スタートを決めたのは内側から1号艇、2号艇、1周1マークの攻防、先手を取るのは1号艇の中村信孝。おっと、ちょっともつれがあった、危ない。1マーク一定アクシデント、残りの艇はなんとか好走となっています。上位台形1番、5番、スタート正常でした。お知らせいたします。2号艇の大原義政が失格、2号艇大原が1周1マークにおいて失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。確定1周の1マークへと確定向かっていきます。現在スタート判定中です。お手持ちの投票券大切にお持ちください。現在スタート判定中となっています。お知らせいたします。1号艇中越弘樹フライング変換決勝、1番に関する投票券はすべて変換となります。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。だいぶ4コース5コースあたりは遅れた体型、1コースから1番の宮崎はスタートを決めて、ここは逃げる展開、大外からまくってく6番の土屋、一気にここはまくり切りました。抜け出した6番の土屋、6コースまくり炸裂、そして残す1番の宮崎と刺してきた4番黒沢がここは2番たらすに並んできました。スタートは前提正常でした。6番の土屋先頭で2マーク、2番手内から4番黒沢先に回る、
1番の宮崎の差し内から届いてきました。そして後方2マークでは一定アクシデントが出ています。レースはこれから2周目に移ります。先頭6番の土屋変わらず抜け出してこれから2周の1マークです。なお1周の2マークにおきまして2番の柴田は転覆のため失格です。1周2マーク2番の柴田転覆失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢が好スタートを切りました。さあ4コース4番の金子ですが内が壁になっている。この間に2コースから2番の村上がまくっていく。2段まくりで5番の向田真ん中突こうというのは3番の樋口で候補はちょっと算定がもつれて後ろの算定が大きく遅れました。スタートは前提正常でした。先頭は2番の村上抜け出して2マークに移ります。そして2番手から5番の向田3番の樋口ですがここでは差が詰まりません。3番手レースはこれから2周目に移ります。1マークでは現在4番金子が止まっている状態です。レースはこれから2周1マークの旋回へと移ります。なお4番の金子はエンストのため失格です。4番金子1周1マークエンスト失格となりました。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。第9レース1号艇4号艇5号艇とスタートから出ていきます。1周1マークの攻防インから逃げる1号艇の横田刺してくる2号艇の森谷内から3号艇山崎です。バックストレッチ先頭は1号艇の横田高光スタートは前提正常でした。なお1枠では一定アクシデント発生となっています。お知らせいたします。5号艇上里琴音は落水のため失格5番は落水失格となっています。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。予選競争の第1レース6選手それほど差のないスタート。さあ1周1マークの勝負どころ。逃げる1号艇の川上武史2番3番がまくっていく。刺す5号艇の大橋向こう正面1号艇の川上のうち届いています。5号艇の大橋スタートは前提正常でした。1番と5番この2人がトップを設定。2マークの攻防戦内から5号艇の大橋が先取って回る。1号艇の川上武史刺してホーム直線コース。先頭争いは5号艇の大橋純一郎が前1号艇の川上2番手です。その後ろ3番手は4番6番2番が並んでレースは2周目です。先頭5号艇の大橋純一郎が向こう正面へ1号艇の川上武史は2番手3番手争いから4号艇の長岡亮也が1本前へ出ました。なお後方では一定アクシデント発生となっています。先頭は5号艇の大橋純一郎が2周2マークを折り返してきます。そして2番手に1号艇の川上武史です。3番手は4号艇の長岡亮也。レースはこれより最終周回へと入ります。なお6号艇の高倉和人が転覆のため失格6番転覆失格となっています。1番、2番、3番、6番、4番、5番の並びスタートしました。予選競争の第12レース、ああ早いスタートあります。お手持ちの投票券どうぞ最後まで大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。4号艇菊池康平がフライングのため返還欠場。4番に関する投票券発売額と同額で返還です。なお1マーク付近ではアクシデントが発生しています。1周2マークを折り返しましてトップに立っているのは5号艇の寺田翔。レースは2周目に入ります。なお2号艇の森高一馬転覆のため失格2番転覆失格となっています。